お待たせいたしましたこれより午後のプログラムを開始いたしますご講演いただきます皆様は発表者の公募に応募されプログラム検討委員会によって選考された方々です ここからの笹田様のご講演並びに13時20分からの弘田様のご講演はお時間の都合上会場からの質問時間は省略とさせていただきますどうかご了承くださいご質問のある方は後ほど名刺交換などで直接お願いいたしますではご講演いただきます笹田様どうぞご準備の方よろしくお願いいたします 笹田様は大学在学時から Ruby 向け仮想マシン YARP を開発され2007年に Ruby1.9 に採用されました以降 Ruby コミッターとして言語処理系の高速化に従事され仮想マシンやガーベージーコレクションの性能改善などを行い2012年からは一般財団法人 Ruby アソシエーション理事として 2017年からはクックパッド株式会社にて Ruby インタブリタ開発に従事されるなど多方面でご活躍でいらっしゃいます本日は Ruby インタブリタ開発者養成講座としてご講演をいただきますそれでは笹田様よろしくお願いいたしますあ,あ、はいご紹介、えー、ありがとうございました ククックパッパド株式会社の笹田と申しますあのご紹介いただきました通り私自身の、えーとまあ、メインの職仕事というのが Ruby インタープリターの開発ということで Ruby3 がもうすぐ出るというふうに言われておりますけれどもその開発の、えー、一部を行っているというものでございますで今日お話しするのはそのような Ruby コミッタルビー Ruby 開発者の立場 とはちょっと,、えー、と離れてと言いますかあの、まあ、延長線上ではあるんですけれども、えー、と開発の話ではなくて開発者をどうやって育てていくかっていうその我々の試みについてご紹介させていただきます。というわけで、えー、と本日はクックパッド株式会社で行っているルピーインターフリッター開発者を増やすという、えー、試みについて2つのイベントを実際に開催しました。 で、その2つのイベントですね2つのイベントのご紹介をした後に、まあとなんで我々がそんなことをするのかっていうことを、えー、ご紹介して今後どういうふうにしていきたいかっていうことで示させていただきます。で、えー、っと。 今日の、えー、と私の発表の中で、多分 Ruby インタープリタ開発っていうとちょっと長いので、えー、Ruby 開発っていうふ、えー、うに両訳しちゃうかもしれないんですけどもそれはあの Ruby on Rails でアプリケーション開発をするとかとはちょっと違って Ruby インタープリタを開発するという意味なんですのでその,辺その点ご容赦ください。でえーまず第1 1>, 目のえー、1つ目のイベントですね、これ3月にやったハッカレードっていう我々の社内イベントなんですけれども、えー、そちらのイベントのご紹介をいたします。えー、と詳細はですねあのこちらの URL で、えー、公開しておりますので、まあ、あのこの資料は後ほど、えー、公開いたしますので、こそちらから、えー、とリンクを見ていただければと思います。でえー、ハッカレードって多分聞き慣れない。は 単語だと思うんですけども、えー、と我々の造語でございましてあのハックとパレードを混ぜた言葉で、えー、とこれは社内エンジニアの技術力向上を目的としたエンジニア、えー、とクックパッドのエンジニアを全員参加させてそれで、えー、と技術力向上とか、まあ、あのチームビルディングとかを図ろうという、まあ、そういうようなイベントになっておりますで第1回目ですね3月にやった第1回目のハッカレードが r u b y i n t e r チャレンジということで ルビーインタタプリターに何か手をを加えるとということを実際にやってみようということですね。クックパッドのアプリケーションというのは Ruby、えー、で作られた、えーまあ、非常に大きなアプリケーションだというのが、まあ、先日ですねあのご発表でもありました通り、えー、とおり、まあ、たくさん Ruby のプログラムがあるんですね。なのでルビーで プログラムを書くことはたくさんやってるんだけれども Ruby インタープリタを開発するっていうのは、まあ、ほとんどの人がやったことなかったんでじゃあぜひ実際にやってみようということですそれからまあ1月に私がジョインしたクックパ d にジョインしたという経緯もありまして、まあ、一度やってみようかっていう話になりこれをやりておりますどのようにやっていたかというと午前中に座学ですね私の方で、えー、と講,講義形式で皆さんにあのまあ 本当に基礎の基礎礎のですねソースコードの場所とか、えー、というのをちょっと紹介して、えー、とどういう風にちょっとやればいいのかみたいなことをご紹介して最後にまあ私が一体何やってるかみたいなのをちょっとご紹介した後で午後に、まあ、もう好きにやってください何かあの自分がやりたいテーマがあればそれを取り組んでみてくださいっていうのをご、えー、とやってもらうというようなものをやりましたで、えーとまあ、ここにノートって書いてあるんですけれども Ruby インタープリターっていうのは C 言語で記述されています でほとんどのエンジニアは C 言語は知らないです。Ruby でプログラムしている人たちなので、えー、と C のプログラミング言語を知らない人が結構いらっしゃる。ですが、えー、ともちろんです、ね、Ruby インタプリタのコードを読んでも、まあ、ほとんどの人が初めて見るという状態なんですけれども、えーとまあ、その午前中の座学で,です、ね、これはこういう意味ですよっていうふうに事細かに説明するのはもちろん無理ですので、まあ、なんとなくこんなふうになってるんで勘で直してくださいっていうふうにえっ、ー、と えーとご指示いたしましたところ、まあ、あのクックパッドのエンジニアの皆さんあの大変優秀な方ばかりなのであの、まあ、優秀というか勘が鋭い方というかあの皆さんあのそれっぽいく変更していただいたというところですねで夜はですねクックパッドあのラウンジキッチンがありますのでキッチンで、えー、料理を作ってもらったのをみんなで食べ,食べながら、えー、自分のハックの紹介をするみたいなことをやりました。 で実際にです、ねえー、と40個程度,程度のテーマに取り組まれて、えー、10個程度のパッチを投稿するというあのパッチを投稿するというのはコミュニティに還元するようにインタープリター開発者に対し他のインタープリター開発者です、ね、に対してこれで変えたらどうでしょうというような提案をしていただきましたあのこと細かに書いてありますけれどもあのブログ記事先ほどのブログ記事に詳細は記述,し記述しておりますので今日は省略いたします。 で、こちらです、ね、ハッカレード良かった点悪かった点ということでみんな優秀だったのでそこそこなんとかなって、えー、といくつかプロリクエストみたいな形で、えーとえー、とパッチを統合することができましたそれから、まあ、成果報告会パーティー盛り上がったしあの人を、えー、とアンケートみたいなのを取るとあの、まあ、みんなあのこんなことやったことなかったので、まあ、面白かったねっていう、まあ、ポジティブな、えーとえーえー、反応をいただきまして社内イベントとして。えー 成功だったんじゃなないいいかなという,ふうに思いますちなみにハッカーレード自体はですねあのいろんな Ruby インターナルチャレンジだけではなくていろんなテーマでやってまして前回は機械学習をあの基礎からみんながやろうっていうようなことをやってますで悪かった点ですねあの午前中に座学をやってその後自由にやってください午,前午後は自由にやってくださいっていうふうに ご紹介したんですけれどもあのトピックを選ぶのが時間がかかったなというのと,あとサポートが80人の参加者に対して4人程度だったのでちょっとサポートが薄かったなという,ふうな印象を持ちましたそして、えー、と2回目ですね似たようなイベントを外部向けにやりましたそれをクックパッドルビーハックチャレンジというふうに名付けておりますこれもパーティーの時の写真ですね漫画に行くです ハッカレードですね。あの社内イベントを踏まえて、まあ、これ、社外にやったら面白いんじゃないかということでやってみましたで10名、最初募集したところ100人の応募が来て、まあ、皆さん、すごい興味を持っていただいて8月の平日に2日間に100人来るとは思わなくてですね、えー、とどうしようかということで、まあ、15人に増やして合計20人程度の参加者に絞ることになりました。えーとまあ、社会人の方が意外と多くて学生 まあ、あの時間に余裕がある夏休みの学生さんがいらっしゃるかなと思ったんですけれども学生さん2割、えー、と社会人8割みたいな応募の状況でしたで、えー、と聞いてみると研修だったり有給休暇を取って来られたりとか、まあ、いろんな方がいらっしゃいましたで2日間で開催いたしまして事前にコミュニケーションチャンネルギターを用意して開催いたしましたここであの事前にですね資料はこれですよみたいなご紹介とかをしておりましたで えとハッカレードの場合は午前と午後だったんですけれども RubyHack、えー、チャレンジの場合は1日目と2日目ということで1日目が座学でございます、えー、座学に関してはあの先日ハッカレードの時はちょっと資料が少なかったので頑張ってたくさん日本語で書きましたあのこれ全部公開しておりますのでもし興味がありましたらご,、えー、とご参照くださいでテーマ、えー、2日目は、まあ、これもテーマを自分で自由に決めて、えー、自由に開発してくださいということになりました えとでサブイベントとしてですねあの松本幸宏さんに何かいい話してくださいとか、えー、お願いしたら、えー、いい話してもらったりとかいろいろと Ruby コミットの Q&A ができたりとかあのこのイベントに合わせてです Ruby、ね、開発者会議っていうのを開催させてもらってたくさんのコミットの中でいろんな、えー、コメントをもらいながら開催することができました。 これもいくつかの成果が出まして良、えー、かった点はあの、まあ、イベント自体はすごく良かったけれどもいくつかです、ね、あの反省点がございました、まあ、コミュニケーションがちょっと足りなかったかなとかあのこれは同じですねあのテーマを選ぶのがやっぱり難しい自由にやってくださいって難しいですね好きなことがパッと分かると思い,浮か,ぶ人い,ない浮かばない人いらっしゃるのでその辺難しいと思います。 でえー、と事前に内容が分かるとよかったということであの募集時にはまだ資料ができていなかったのでその点は次回以降は、えー、と改善できるんじゃないかなというふうに思っておりますで、えー、とこれ本題ですねなんで我々がこのクックパッドですねあの、まあ、料理に関係する、えー、技,術技術のテクノロジーカンパニーが一体何のために Ruby、えー、のの えー、コミッターを要請するみたいな活動をするかということなんですけれども、うんとまあ、Ruby コミッターが最近なかなか増えないっていうのをちょっと危、えー、機感として持ってまして Ruby ワールドの発展っていうのは、まあ、いろんな側面であのいろいろと、えー、改善していくあの成長していく必要があると思うんですけれども、まあ、その中でも Ruby インタープリターの成長をもっともっと良くするっていう仕事っていうのはやっぱり大事だろうと。 Ruby、えー、の新規開発者が増えないのでそれを増やしていって、えー、したいというのが、まあ、私も個人的なモチベーションでもありますし、えー、クックパッドという Ruby のヘビーユーザーからもこれは非常に大きな課題であります。そこでですねあの、まあ、じゃあ Ruby インタープリターをあの作る人をもっともっと増やそうといったうに何をすればいいかそもそも何がハードルになるかということを考えますと。 やっぱりですねルビーインタプリッターをいじるってそんな難しいことできないよねっていうのが多分あの一番の大きなハードルになるのかなというふうに考えまして今回のイベントっていうのはその、えー、難しそうっていう思ってる人にほらこれ,これだけだったら簡単でしょうっていう最初の一歩をあのお,すお手伝いをするっていう、まあ、そういうことですね。 目指しておりますで Ruby、えーまあ、インタープリターをいじってみて楽しかったねっていう人が100人生まれたらですねその中からですね1人でもですね開発 Ruby インタープリター開発 Ruby 開発を継続してくれる人がいるんじゃないかなと思ってましてそれを期待して開催しております。で まあ,それはあ,のある Ruby インタプリターというソフトウェアの話なんですけれどももうちょっと大きな話としてえとシステムソフトウェアですねオペレーティングシステムとかえと言語処理系えライブラリー等々ありますけれどもいわゆるアプリケーション開発の下側で支えている基盤ソフトウェアへの関心っていうのがやっぱり徐々に離れていってるんじゃないかなっていうのがちょっと肌感覚としてございましてえとこうそういうですねそのシステムソフトウェア技術者の質と量のが,えとが高い っていうのはコンピューターの業界にとってインダストリーもそうですしあのさらにその先に行くためのアカデミアとしての研究とかもそうなんですけどもそういうのってすごい大事だなと思っていてそこがちょっと弱くなってるんじゃないかなという危機感がありましてこれも合わせてですねあのシステムソフトウェアの把握って難しそうということで、えー、いうようなあのよくあるイメージを打破できないかなというのが目標です。 えとこれ1枚の図にしたものなんですけれども、えー、と今初等中等教育でプログラミング教育が非常に盛んに行われていてプログラミングを知るコンピューターを知る最初の一歩っていうサポートはすごいたくさんあると思いますなのですごいたくさんの何、えー、ですかねあのプログラミング知ってる人は生まれてるんですけれどもそういう人たちの中でソフトウェア開発技術者をですねであの養成できるそこまでたどり着けるっていうのはすごく難しい なんで,でかというとやっぱり興味が持てないとか、えー、と難しそうで実際難しいんですよね <laughs> そういうのをですねただ興味を持ってもらうのがやっぱり一番大事なのでそこでですねその今はだいぶ一握りの、えー、とソフトワシステムソフトウェア技術者をもっと広げて<お>、えー、たくさんになってもらいたいというのが、えー、と我々のモチベーションであり個人的なモチベーションでもございます。でこちらですね、あの そのためにです、ね、今後の展望として社外向けの RubyHack チャレンジの継続はこれからもしていこうと思いまして資料できたので、えーとまあ、英訳して今度はアメリカでイギリスで開催予定ですし、はいえー、と別の手 他のですね、クックパッド以外でもですね、資料ありますのでお使いいただければなというふうに思います。あの、なんか社内イベントとしてこういうのや,やりたいんだけどよくわからんっい人がいたらですね、呼んでいただければある程度、柔軟に私の方でも対応できるかと思います。はい。というわけで、えー、と本日はクックパッドの取り組みを紹介し何でやるかというのをご紹介し今後の展望をご紹介させていただきました。というわけで、あの クックパッド祭りですか。あのそちらは私で終わりですけれども、はい。えっ、ー、と,、えーと,えー、と発表をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。